さん、こんにちは。セルフプロモーション講座、今日は口が固い相手に本音で喋ってもらう方法ね。おとなしい方とか言葉数が少ない方いらっしゃいますけれども、そんな方と話が弾んだり、相手の本音を引き出しやすくなるね、会話がスムーズになるコツをお伝えしたいと思います。これは私がアナウンサー時代からやっていることなんですけれども、名付けてヒント提示法というふうに言っています。ヒントを出すんですね。例えばお客様に対して商品の感想を求めるときに、何々さん、この商品使ってみていかがでしたかってポーンと振って、すぐにたくさん答えが返ってくるお客様も、いるかもしれませんけれども、そうじゃない方もいらっしゃいますよね。どう思いましたかとか、いかがでしたかってざっくり聞かれてしまっても、どのように答えたらいいんだろうって悩んでしまう方って意外と多いんです。じゃあそういう方に対して、どのように、関わっていくかということなんですが、その時にね、ヒントを出すわけです。そのヒントというのは、例えば、他の、お客様、ユーザー様ですと、これこれこういうふうに言った方がいらっしゃったんですけれども、何々さんはどう思いますかとか、この使用感については、ちょっとこの部分が使いづらいというお客様が、半分ぐらいいらっしゃったんですけれども、何々さん、この使用した使った感じについてはどういうふうに思われましたか、使ってみてどう思われましたかっていうふうに、まあ、ポイントを絞って聞いてあげるとか、ヒントを出すことによって相手が、あ、なるほど、他の人はこういうふうに言ってるんだ、それについてだったら私もこう思ったというふうに、非常に発想しやすく答えやすいということにつながりますので、なかなかね、ちょっと大きな質問を投げかけてしまって、どう思いましたかとか、いかがですかという質問で答えが返ってこない方に対しては、ヒントを投げかけ、他にこういう意見がありますが、あなたはどうですかっていう、こういうふうな伝え方をすることによって、相手は答えやすくなるという、このことをぜひ、意識して使っていただければなと思います。